はい、じゃあ5番、265ヤード、はい、パー4ですね。ちょっと右ですね。右すぎですよね。右すぎですね。こう前音あったっけ。あと10メーター左だからね。そうですね。ありがとうございます。もうおっしゃる通りです。本当に。コースは一つだけどそこ行かんだけだもん。そうですよね。ちょっとね上当たっちゃったな。お前らに言われるあれでね。いやいやいや。いいじゃん。いい球はいい球で。あの面白くなるんでありがたいです。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。よし、2打目ですね。はい。67ヤード。52度で軽くいきます。はい。おー、ナイスオン。いいでしょ。いいでしょ、いいでしょ。まだバーディーちゃん。コメントで言われたんでね、出口までしっかり。いやね、そう、本当そうだね。さてね、まあ、指摘してくれるのはありがたいよね。本当そうですよね。そうそうそう、本当ね。大人になるとなかなかね、言われないからね。そうなんですよ、ね、だから、あ、確かになって思うことは直していくと。はい。帽子かぶれって言われます。うわー、ごめん。ちょっとないわ、今日。ごめんないわ。おお、うまい。バディー、ナイスバディー。バディー、てかレディースティーどうのこうのよりパターの調子がいいね。パターいいっす ね。今の早いと思わなかったっすね。早くも前半でバーディー2つ目、やばい。多分人生初。おお、マジで多分ないね今まで。すごいっす ね。だからこれレディースティーなのか今日パターの調子がいいのか。まあでも、ま、距離が短いから寄せれるってのはやっぱあるよね。あ、そういうことっすね。そうそうそう、よーし、詰めてるよ。まだ70台も捨てたもんじゃないよ。全然いけます。いけるいける。よっしゃ。まあここはそんなにね、バックティーからと景色は変わらないんで、ドライバーで。やっぱドッグレッグの場合はね、そうっすね、考えないといかんけどね。ナイスショー。これはいいね。めっちゃまっすぐ行ったな。これはいいでしょ。これはいいっすね。いいでしょ。でも奥行きが分からんな。分かんないっすね、全然。飛びすぎてたら行っちゃうしね。多分いいと思う、さすがに。よし、だから87だから52度だ。はい、はい、おお、まだバーディーチャンス。距離感すごいですね今日は。距離感群抜だよね。群抜です ね。でこんぐらいで結構バーディーパット入れてるから。そうなんですよね。え、ここまたバーディーだったらちょっとマジでプラヨンからの70台はあるよ。見えてます。見えてる見えてる。ルッキングできてる。なんか今日はすごいの見れちゃう気がしてきたな。気がしてきたよね、はい、ドッグレッグじゃなくてまっすぐの場合はバーディー量産ありえる。そうですね。ほぼまっすぐだね。ほぼまっすぐ。ほぼまっすぐ。あーちょっと。あーっと。いやー外したね。まあまあまあ。よーし、よしよし、パーです。ナイスパー。オッケーオッケー。オッケー。実測106ヤードの、フォローなんで、はい、52度でいきます。はい、はい、あらららららあ、よくない？よくない？すごいですね。すごいでしょ。めちゃめちゃ来てるでしょ。最初の1ホールのさ、はい、プラヨンが嘘だったかのようにね。そう、でもドッグレッグだけはちょっと要注意。そうですね、うん、いつもと同じように攻めちゃうとなる。調子いいから上舌だ。
フォーム変わるか。さすがにね、1ラウンドで1回取れるか取れんかぐらいの男が3つはないかな。さすがにないですよね、3つは。よーし、バーディーパット、若干フック、いやー、あー惜しい、短いか。これダメだよね、超えないと入らないって。あーし、パーです。ナイス。まあ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 、うん、パーで耐えてるね、はい、パーかバーディーで。オッケーオッケーオッケー。でここはね230ぐらいでちょっと、まあ、突き抜けちゃうっていうか、もうすごい上まで行っちゃうんで、うん、3番勇気でいきます。はい、はい、ちょっと上げてますけどね。まあだいたいパー4を300切るね。そうですね。うわ、怪しい。こっつったな。あると思うけどな。ちょっともう一回打ってみますか。一応。一応。はい。じゃあ暫定球。おい。同じ方向行った。これ大丈夫ですね。あ、これは残ってます全然。ああ、はい、ということで1打目がなかったので2打目ですね。はい、だから次が4打目。52ヤード。当たるね。当たるかな。ピッチングか9番で振り幅少なくして転がすか。はい、9番で転がします。はい、ちょっとここ当たっちゃうから短く持って、いきます。はい。4打目。いやー。カーン言いましたね。カーン言ったね。ギリギリだな、これかな。うん。次がじゃあ5打目だね。はい。ピッチングで転がします。はい。おー、いいんじゃないですか。短いか。あ、でも進んでますね。ナイスタッチ。おいしょ。切れるか。いやー取りですね。いやー取りちゃいました。いやー3オーバーで来てたけど、いやー6オーバーになっちゃったね。そうですね。まあラストの1打でも縮めますか。はい、ね、まあ、でもここもねドッグレッグになってるんであんま無理に攻めない。はい、そこを頭に入れてラストバッティです。ここ多分240-50飛べば、2オン狙えるんですよ。バックティーだと300以上飛ばさないと結構直角になってるんで、はい、どの道2打目もあの狙えるとこにレイアップ出すっていう感じになっちゃうんですけど、うん、ここはね2を狙える。レディースだからこその。そう、まあ、ここ次第だね。そうですね。やばい。あ、やべえ。あんな右行くとはな。珍しいですね。ねえ、一応暫定で多分ないと思う。はい、木には当たったけどね。いやー、あー、こっちのはやばいですね。もう一球とくる。そうですね、一応ね。一応これはまあいいかな。これはありますね。どっち勝ってくれ。てか1球目やってくれ。1球目やってほしいですね。いやー、やっちゃってるな。やっちゃってる。よし、はい、2打目が、こっち入ってワンペなんで、だから3、4、次5打目か。はい、5打目ですね。5打目またね狙えなくなっちゃったんで、70ヤードぐらいのところに落としてもうレイアップやっていくしかないですね。はい、オッケー。
よし、こっからだな。こっからですね。こっからだな。137なんで9番で。はい。早くも6打目。ああ、右行ったか。いやー、グラスバンカー入ったね。そうですね。やってるぞ。パー5調子悪いですね。パー5っていうか、やっぱドッグレッグが調子悪い。あ、確かに。ここもそうでしょ。そうですね。ドッグレッグだね。20ないぐらいかな、残りね。はい、58のまた嫌なライダーは。アゲントいかんし、左足下がり。でも寄せたいと思うと、あれだから、まあここ超えることだね、まずは。はい。しょうがないかな、うん、しょうがない。そうそうそう、ライトこの高さだから、まあとりあえずね、超えることは OK。 はい、違う、8打目、8打目です。よいしょ。あー、いやー強いか。いやー、やってるね。やってるぞ。やってますね。やってるぞ。おお、うまい。よし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 。九。なんとかプラヨン。なんとかプラヨンで、ね、前半終了ですね。ちょっとスコア見てみましょう。はい。はい。よう抑えましたね今。プラヨンで。本当だね。ゴルジョブ。はい、ということで前半終わりました。レディースティーから目指せ70代。はい。というところで九ホール。やってきましたが、前半は46です。46、やっぱね、でも前半で感じたことは、ドッグレッグのコースは普段 OB 出てないとこで OB 出ちゃったりとか、やっぱ近いから OB は出やすくなるのかなっていうとこはね、学びとか気づきになったね。はい、その直線のコースは短いから、セカンドがね、短いクラブで持てるからバーディー取れたりとか、はい、そうしたんで、レディースティーと言ってもね、侮れんね、これね。ですね。ね、バーディー僕ね、ハーフで2回取ったことなんか多分今までないんで、直線のホールだけだったらレディースティーの方が出やすいけど、うん、要は攻めるとこは攻めて、守るとこは守るっていうのを堅実に分けてやっていかないと、僕差が激すぎ、差がすごいですね。ね、ブライオン打ったり、うん、バーディー取ったりとか、うん、後半はそこをね、しっかり見極めて切り返していきながらやっていきたいと思います。はい、なんで46なので後半が33。はい、あ、無理だって言っちゃかんね。33で79だから、まあでもバーディーとか取ってるから。そうなんですよ。そうだよね、はい、ちょっと頑張るような感じ。はい、ね、なんで後半もお見逃しなく、後半も気になる方は今のうちにチャンネル登録しておいてください。では後半行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ。はい。